えー、それででは長木選手ですまずは突戦ですけども、はい、まあ最初、相手が結構激しく来たところでなかなかこうリズムつかめなかったかなと思うんですけども、はい、やっててどううででしたそうですね立ち上がり20分ぐらいは相手にこうセカンドボールとか拾われて、えーまああのー、プレッシャーも早かったしそこでこう相手のリズムでやらせてしまってたんで。 えセットプレーとかもすごく多かったですしこうなかなか自分たちのリズムでできなかったんですけどまあ途中からえ自分たちボール持てるようになってからまあ少し落ち着いたんですけどまあちょっとこう全体的に攻撃の形が少なかったのかなって思いますね、うんまあ、ちょっとね相手が来ている中で重心が後ろになって,てなんかボランチとしてもなんかちょっとこう前に人がいないというかね当てるところが少なかったのかなと思って見てたんだけど。うん、そうですね、まあ 最初裏狙おうって話はしてたんですけど、まあそこもあんまり効果的にできなくて、えー、まあそこからこう引いてもらいに行ってちょっとこうリズムできたりしたんですけど、まあ、なかなかこう。最後のフィニッシュとのところまで行けなくて、まあそういう時間がすごく多かったかなっていう印象です。ま、そんな中ね。後半から徐々にこうね。攻められるようになってきたんですけど、逆に今度は相手がね。守るようにというかまあ、時間稼ぎながらも引き分け狙いできて非常に。 難しいゲームだったかなとそうですね、まあ、向こうも本当に、えー、最終ラインのところで中がすごく硬いんで、うん、なかなかこうクロス上げても合わなかったり、えー、まあ真ん中からも崩せなかったんで、えー、すごく硬いゲームになってしまったんですけどうん、まあ、でも自分たちも、あのー、前半よりかは、えー、守備のところは連動できていてセカンドボールだったりっていうのは拾えてたんじゃないかなと思います。 まあね、あの結果的に、えー、0 0で終わりましたけど、まあ、切り替えて次、手の杯で、ねはい、レッツ戦あります、まあ、レッツには、ね、直近で負けてますからね悔しい敗戦だったと思いますけどもレッズの印象どうかってありま,すまあ本当にまずその悔しい気持ちがすごく個人的にも強いですし、まあ、この間アウェイでやった J リーグでは何もできなかったんで、えー、その代わりは絶対返さなきゃいけないですし。 まあ、チーム的にも本当に前のこう攻撃バリエーションが豊富で、うんえー、技術のある選手だったり、えー、得点力の高い選手だが揃っているので、まあ、攻撃はこう多彩ですけど、まあ、それをしっかりあの守れればあの自分たちのリズムで試合を運べると思うので、まあ、あとフォー,ームですし、えー、しっかりを返したいかなと思いまり、まあ、武藤とか柏木とかその辺ボランチの、ねはい、選手が非常に気になると思うんですけど。 そうですね、まあ、流動的なんで、えー、この間の試合ではなかなかこう掴むのが難しくて、えー、そこの反戦も生かしながら、えー、次の試合はやっていいいきたいと思います、えー、それでは、ね、最後、サポーターータにメッセージをお願いしますえっと残り天皇杯とクラブワールドカップですけれども、うんえー、しっかりまずは天皇杯を取って、えー、クラブワールドカップに行きたいと思いますので、えー、次のホーム、しっかり。 まずは勝ちますんで、えー、応援よろしくお願いします期待してますありがとうございます